メダカとビオトープ、どうもアキチャンネルのアキです。今回はセリアさんで売られているメダカの選別容器のご紹介になります。セリアさんのメダカの選別容器、前から売ってんじゃんって思われる方いらっしゃると思うんですが、この間買いに行ったら形状は同じなんですが、一箇所だけ大きく変わっている部分がありました。まあ、いつからその新しい選別容器に変わったかはわからないんですが、簡単にご紹介の方をしていこうかなと思います。あとはですね、今年もメダカの卵を購入しました。今年で3年目になるんですが、1年ずつ新しいメダカが増えています。現在は4種類のメダカを飼育しています。で、今年はですね、どういった卵を購入したか、そういったところもお話をしていこうと思います。まずはですね、選別容器のご紹介になります。右側が古い選別容器、左側が新しくリニューアルした選別容器になります。もう分かりますよね、これツヤがあるかないかだけの差です。なんでツヤをなくしたか、やっぱり目的があるんですね。セリアさんすごいです。ツヤをなくすことで光の反射を抑えることができるんですね。光の反射を抑えることができるということは、選別もスムーズにいくだろうし、自分なんかは YouTube で動画とか、あとはですね、写真ですね、そういったものを撮影するとき、光の反射ってすごい気になるんですよね。で、光の反射をなくしてくれたことで、前よりはね、全然綺麗に写真、動画撮れるようになりました。そして実際にメダカの方を入れてみると、こんな感じで、光の反射違いますよね。よかったら皆さんもね、ご購入されてみてはいかがでしょうか。ここからはメダカの卵のお話をしていこうかなと思います。で、現在写っているメダカは2年目に購入した鳳凰ラメメダカになります。基本自分はですね、メダカの卵を購入して育ってる、タイプですね。やっぱりその成長過程っていうのがすごく楽しみなんですよね。やっぱり色だとか柄だとか変わってくるじゃないですか。そういうのを楽しみながら飼育の方をしています。こちらが1年目の3色メダカですね。こちらも卵で購入をいたしました。ほとんど2色だけども、たまに3色がいるかなって感じですね。そしてこちらがですね、今年購入をしたメダカの卵になります。スーパーレッドドラゴンキラメになります。すごい名前ですよね。赤系のメダカにラメが乗っている感じですね。写真をお見せすることはできないんですが、だいたいヤフオクに載ってる紹介の写真とかって加工修正してあるじゃないですか。なので、そのメダカが生まれるとは思ってないんですが、それに近いメダカが生まれればいいかなっていう感じで、いつもね、購入の方をしています。で、今年の出品者はですね、あまりいい出品者ではなかったですね。メダカの卵も15個の購入なんですが、到着した時点で6個ぐらい無精卵でしたね。そして、入金から2週間での発送ですからね。ヤフオク、いろいろなことがあるので、皆さんもね、購入する際は気をつけてください。それでは本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。